皆さんこんばんは。モナリザクロームでございます。いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。さて皆さん、今日は昨年訪問したイギリスのロンドンで撮影した写真を見ていただきます。めっちゃレタッチしてますよ。きっとびっくりすると思います。まずはそれをご覧ください。いかがだったでしょうか。もうレタッチもね、ここまですると気持ちがいい。もう自分のやりたいように自分の感性に任せて、ほぼアートに近い表現になってますね。でもともと写真っていうのはこの3次元の世界を忠実に再現するっていう目的が、大きな目的があると思うんですけれども、一方ではね、その撮影した世界を自分の内なるものとして表現していくっていうこともあると思うんですよ。私が若い時はこう現像するための機械っていうものがありました。風呂場に設置してたんですよ。昼間は無理なんですけども、夜になると、まあ当時はモノクロームですね、フィルム写真のモノクローム、そのフィルムを現像し、そしてそれをセットしてこう投射して因果地にね、映し込むという作業をしました。でその時はね、自由自在に自分の世界が作れるんですよ。露出の時間だとか、それからトリミングも自由ですよね。因果地の置く場所によって変わるし、ちょっとこう上下するだけでトリミングも簡単にできたりします。そういう楽しい時代を思い出して今回やったということです。
実は私が写真で一番好きだったのはその現像なんですよ。まあ、とっても時間がかかるんですよ。夜8時ぐらいに現像を始めると、だいたい自分が納得できる写真が出来上がった頃っていうのは何枚も作りますからね。もう朝方、光が入ってくる頃、ああ、まずい、もうやめようという感じですね。そのようにして20代の頃はね、楽しんでいました。まあ、その20代に戻って、40年前の気持ちに戻ってレタッチしたものでございます。実はこの1日目っていうのは目的地があったんですよ。行く場所が。その目的地に行く途中、例えばバスに乗るとか歩くとかしますよね。そういう中で、スナップ感覚でシャッターを切ったものです。まあ、目的地の写真もかなり撮ってるんですよ。例えばセントポール教会とか、ビートルズのポール・マッカートニーが企画したビートルズ展。これは撮影 OK ですからめっちゃいっぱい撮ってます。それから、まあ、日本のカメラが展示されているビクトリア博物館だったかな。まあ、そういったところに行って、そのカメラの歴史、を学ぶことができたんですけども、そこでもかなり撮ってます。そういったところの写真は、まあ、今年中には公開できると思うんですけども、そうではなく今回はその途中途中で撮影した写真になります。それでもロンドンらしさは出ていたと思いますよ。赤いロンドンバスがあったりとか、タクシーがあったりとか、電話ボックス、赤の電話ボックスがあったりとか、まあ、ナショナルギャラリーも出てきましたし、テムズ川も映ってました。そういった、おそらく、ロンドンを訪問された方であれば、はあってね、懐かしく見ていただくことができたかなと思います。で、今回のレタッチの基準っていうのは、とにかくベースとなっている写真をもう別物に変えてやるっていう感じかな。色彩的にはもう暗め、そして、オレンジを強調してやると。まあ、ティール&オレンジっていうね、ものが動画の中ではものすごく流行りましたけども、まあ、そんなもんじゃないですよ。もう 極端に、色調、それから、解像感ももうぶち壊して、粒子感を加えたりとか、ビネット効果を加えたりとか、もう一枚一枚楽しんで作品を作りました。皆さん方もね、ぜひやってみたらどうでしょうか。楽しいっすよ。で、我々ってどうしてもね、実際に撮影したものを忠実に再現するっていうことに、ですよね。もうそこに注力するんですけれども、もうそういう気持ちを捨てて、自由な発想から自分の好きな世界観を作ってみるっていうのもすごく勉強になりますし、何より楽しい。自分が画家になったような気持ち、筆を持って好きな色を塗るような気持ちで、写真を次々にレタッチしていくっていうね、こういう遊び心、これすごく楽しいですよ。まあ、ロンドンではめちゃくちゃ歩きましたから、爪がですね、親指の爪が剥がれてきて、今下から新しい爪が出てきてるんですけど、めちゃくちゃ怖いです。どうしたらいいのか、剥がしていいものかどうかもよくわからないですね。それだけ歩いたっていうことですね。ということで、余計なことも言いましたが、今夜もご視聴いただきありがとうございます。